万税会議の開かれた万税別荘。万税会議は15名のヒトラー政権の高官が開動してヨーロッパユダヤ人の移送と殺害について分担と連携を討議した会議である。会議は1942年1月20日にベルリンの高級住宅地万税湖畔にある親衛隊の所有する邸宅で開催された。万税会議はもともと別荘の食堂だった場所で、 開かれた。会議が開かれる以前からアインザッツグルッペンという部隊は占領下の東、ヨーロッパやソ連においてヨーロッパユダヤ人を組織的に絶滅させていたが、ナチス政権は広大な占領地域に分散し、居住する多数のヨーロッパユダヤ人を絶滅させるために必要な官僚組織の協調体制を確立できずにいた。官僚組織は異なる省庁に属し、 それらはしばしば互いに競合していたからである。ホロコースト計画を完全には履行できていなかった。失敗の原因は各省庁がヨーロッパユダヤ人の抹殺を必ずしも優先事項として取り扱わなかったことにある。万全会議が開催されたのはヨーロッパユダヤ人の絶滅を優先事項とすることを再確認し、関係省庁の上層幹部に必要な権限を取り戻し、 複雑に絡み合う官僚組織の多くが最終的解決を共同して実行できるようにするためであった。会議以前にもすでにヨーロッパユダヤ人の絶滅を目的とすることを示すヒトラーの演説があったが、万全会議がユダヤ人に対するナチスドイツの政策を理解する上で特別な地位を占めている理由としては、 会議の開催に関わる完全な文書記録と会議の議事録が戦争で失われなかったこと会議の出席者がユダヤ人の追放や組織的殺害を実行するのに必要な主要省庁の上層幹部だったこと会議以降に大量移送や会議目的にかなう絶滅収容所における収容者の死亡が加速したこと会議の議事録がニュルンベルク裁判の尋問や 反対尋問において広く使用されたことが挙げられる。議長はヨーロッパユダヤ人問題の最終的解決を任務とする国家法案本部の事実上の長官職にあるラインハルト・ハイドリヒ新英大大将が務めた。出席者は以下の通りである。万税プロトコルの一部。国別のユダヤ人の数が表記された部分会議の公式な議事録では会議の目的は 最終解決を実行するために関係省庁の業務を調整することであると述べられている。プロトコルは新英隊全国指導者であるハインリヒヒムラーの筆頭副官で国家法案本部長官であるラインハルト・ハイドリヒの指示を受けたアドルフ・アイヒマンによって作成された。会議の要約にはドイツからユダヤ人を排除する方法が国外移住の促進から移送と強制収容と 強制労働と計画的殺害に変更されたことが特記されている。様々な方策の組み合わせがプロトコルに衝述されている。これら方策の組み合わせがナチスのヨーロッパユダヤ人絶滅政策と相互に関連していた。移送はそれだけで終わりというわけではなかった。ドイツや同盟国からユダヤ人を強制的に移送することは単にユダヤ人を排除するのではなく彼らを 強制労働者として利用することであった。強制労働者は同時に二つの使用目的を満たした。強制労働は特に道路建設のような大規模な社会基盤の整備に充てられたが、同時にそれは奴隷的重労働であった。労働は極度の疲労を伴い、結果として多数の労働者が死亡することが期待されていた。過酷な条件を生き抜いた者は殺されることになっていた。 プロトコルによれば、特別処置とは、殺害と同義語であることは明らかである。アイヒマンは後に、イスラエルでの裁判でこれを認めた。また、イスラエル政府によってアイヒマンが自白を強要された、証拠は発見されていない。会議から1年以内に、ホロコーストは加速し、 ユダヤ人の多くは絶滅収容所に到着すると同時に強制労働者に選別されることなく殺害されることとなった。1942年2月26日付のマルティンルター宛のハイドリ秘書官万税会議の存在を裏付ける会議の議事録、万税文書はアドルフ・アイヒマンが作成したとされ、1947年にアメリカ軍が外務省の文書の中から発見したもので、 ある。ドイツ国内で、それが原本であるかどうかの議論が存在する。しかし会議が開催された時期の前後に、議長であるラインハルトハイドリヒと、出席者であるオット・ホフマンや、マルティン・ルターの間に、複数の書簡が交わされ、いくつかは現存している。それらには、万税で開催される、会議の予定と、会議の議題が、 ユダヤ人問題であることが明記されており、歴史学的には会議関係者の残した記録から明白であり、万税でユダヤ人問題を討議する会議が行われたことに疑問の余地はない。親愛なる、東同氏、ルター。1942年1月20日に行われた、手続きに関する会議の議事録を同封する。ユダヤ人問題の最終的解決の実行に関する、 基本的立場が幸運にもこれまでに確立され、関係省庁すべての方面で完全な同意がある。ことから、企画された解決の開始段階における組織的、技術的、物質的必要条件を示す総案の完成に、関わる詳細についての必要な討論に、記念の専門官の一人を派遣されることを、ゲーリング帝国元帥の要請により依頼するもので、ある。この方針に沿った、 最初の会議を1942年3月6日午前10時30分に、ベルリンのクーアフィールステン街116番地にて、開催する予定である。よって、記念に対しては、記念の専門官が、当地における私の部下である新衛隊中佐、アイヒマンに、この件で連絡するように依頼するものである。ハイルヒトラー。警護ハイドリヒド風物一部。 ラインハルト・ハイドリヒのマルティン・ルター・アーテ書館、万税会議博物館による当書館の英訳を主役元ドイツ国防軍の将校で著名なホロコースト否認論者のビルヘルム、指定クリヒはこの万税の会議録をニュルンベルク裁判の国際検察局のロベルト・ケンプナーが作成した偽造文書だと主張している。ホロコースト否認論者のゲルマールドルフは万税会議録には ユダヤ人の絶滅についての内容がはっきり書いておらず、ユダヤ人が絶滅されるとしても、いつ、どのようにしてか、などについても一言も触れられていない。などとして、ユダヤ人絶滅が決定されたという根拠が不十分としている。ドイツ近代史研究者のエルンスト・ノルテラが議事録の改ざんの可能性や信憑性に疑問を表明している。万税会議が開かれた。 万税別荘は1943年にノルトハフ財団から社に売却された。戦後はアメリカ軍が使用した後、しばらくホステルとして使われていた。1965年から1972年まで歴史家ヨーゼフ・ブルフが記念館の設立を計画したが実現せず、1992年になって万税会議記念館として開館した。ヒトラー自身は、 万税会議に出席していないが、デンマーク放送協会が1992年に作成された放映したユダヤ人虐殺を否定する人々ではヒトラーが万税会議の主催者であるとするなど、出席者にまつわる錯誤もある。ありがとうございます。